Spotify さんとのコラボです。今日はお尻をやっていきます。はい、まずは両足をついてヒップブリッジを100回やっていきます。いきますよ、せーの、腰で上げようとしないで、しっかりお尻の筋肉で腰が上がるようにすることです。感覚としてはお尻の穴をキュッと締めることによってお尻に力が入りやすくなるので、意識してやってみてください。22 23 24 25 26 27 28 29 30 31。ちゃんと呼吸もしてくださいね。33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 48 49。はい、あと半分です。はい、ラスト5回、頑張れ。96 97 98 99 100。はい、お疲れ様です。はい、次は足の裏を合わせた状態でヒップブリッジを50回やっていきます。いきますよ、せーの、はい、ちゃんとお尻を意識してくださいね。もうあと半分です。30 35 40 45 46 47 48 49 50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 
お尻周りの筋肉を30秒ずつストレッチしていきます。真似してやってみてください。まずは膝とかかとをくっつけて胸に突きつけてお尻周りの筋肉のストレッチをしていきます。これはね、胸に寄せれば寄せるほどお尻の筋肉が伸びるのがわかると思うので、無理をしない程度に伸ばしてあげてください。この時リラックスすることがね、とっても大切なので、深く深呼吸をしてあげてください。
乾杯です。これもね、深呼吸は必ず忘れずに行ってください。ストレッチとかね、トレーニングしてる時に好きなね歌とか音楽を聴きながらねやると、もう終わったのってぐらいね、あっという間に終わってすごい集中できるので、音楽を聴きながらやるのはね本当にとてもおすすめです。はい、次は膝と膝を合わせてゆっくり前に倒れていきます。最初はね股関節が痛くて膝がくっつかない人もいると思うので、そういう人はね無理にくっつけようとしないで、近づけられる位置に膝を持っていってストレッチを行ってください。この時もね深呼吸は必ず忘れないようにしてください。反対もね同じようにやっていきます。余裕がある人はねこういう感じで右側とか左側にね倒れてあげると、お尻の違う部分もストレッチできるので、ぜひ真似してやってみてください。お尻の筋トレをするとね代謝が上がりやすくなるのはもちろんなんですけど、姿勢が良くなったりとか足がねすっごい長く見えるようになるんですよ。でもほんといいことだらけなんで、辛いかもだけど頑張りましょう。はい、次は片足ヒップブリッジです。足を上げて足の裏を天井に向けたまま行っていきます。回数は20回です。それじゃあやっていきましょう。すごいねこれね、めちゃくちゃきついと思うんですけど、その分お尻めっちゃ使えてるってことなんで、効いてるってことなんで、そのまま頑張りましょう。はい、じゃあ反対です。いきますよ、せーの。はい、次は足を外側に出した後に後ろに蹴り上げていきます。回数は20回です。結構きついけどあと少しだから頑張って。ポイントは後ろに蹴り上げるときにできるだけ高く蹴り上げてあげるとお尻ねめちゃくちゃ効きます。もう結構これきついかもだけど、もうここが大事なんで頑張ってください。はい、ラスト反対側です。最後だ、頑張れ。これでお尻が変わる。頑張りましょう。きついけど足高く上げてね。頑張れ。頑張れ頑張れ頑張れ。はい、あと5回頑張れ。18 19
ました。お尻のねオマージュ版だったんですけれども、前回とねもうちょっと負荷をかけてお尻に効くようにしました。しましたというか私が今してるのでなせたんですけど、お尻って大きな筋肉なので大きい筋肉を鍛えてあげると代謝がアップします。なので代謝が上がるということは痩せやすい体作りを効率よくできるということなので、積極的に大きい筋肉、お尻や足、背中などをね鍛えてあげるととってもいいです。で、今回ね Spotify さんのコラボの動画ということなんですけれども、普段ね私がひなちゃんどんな曲聴いてトレーニングやってるのっていうね質問をねよくいただくんですけれども、私はですね海外のアーティストさんのヒップホップだとか EDM をよく聴いてね気分をガーッと開けてやってるんですけど、まあよくね TikTok で流行ってる日本の歌手の方の曲ももちろん聴きますし、まあ本当にねその時の気分で、その時に感情がねガーッて上がる音楽をねよく聴くんですけど、まあ私がねなんでね音楽聴いてトレーニングをしているかなんですけど、これすっごいねみんなに聴いてほしくって、ちょっとまあ飛ばさないで聴いてほしいんですけど、まあ縄跳びもウォーキングも筋トレもそうなんですけど、無音でやるっていうよりはその自分の好きな音楽アーティストさんの曲を聴きながらやると MV の中にいるような感じになりません？自分がその曲の主人公になったかのように、まあ、口ずさみながらやるとあっという間にねトレーニングも終わるし頑張ろうって思えるんですよね。で Spotify さんっていう音楽をね聴くアプリなんですけど、めちゃくちゃ人気なアプリなんですよ。これ海外の方とかも持ってない人はいないんじゃないかぐらいめちゃくちゃ人気なアプリなんですけど、でその Spotify さんから自分がトレーニングしたい時の気分、例えばヨガだったり激しいトレーニングだったりとか、なんかいろんな気分があるじゃないですか。その気分によってミックスを作ってくれるもうワークアウト用のサービスみたいなものができたんですよ。で、なんでね今回 Spotify さんとねコラボをしようと思ったかというと、このアプリ、この音楽アプリ無料なんですよ。どこで音楽聴けばいいのか、そのミックス作るのめんどくさいっていうことか、すごいね簡単に音楽が聴けるので、ほんと有名な、めちゃくちゃ有名なアプリなので、もう使ってる人いると思うけど、でぜひね知らない方は使ってみてほしいです。でねこの前ねツイッターで Spotify さんのみんなの聴いてる曲教えてみたいな感じでねツイートをさせていただいたと思うんだけど、あこれめっちゃトレーニング中にいいかもっていうねおすすめをね概要欄にも貼ってみんなに共有したいと思うので、ぜひね気になる方は見てみてください。まあね今後もね、おすすめの曲、めっちゃ気分上がる曲共有したいので、プレイリストおすすめをね更新していきたいと思ってます。はい、ということでね最後までご視聴していただきありがとうございました。ではでは、おつひな、バイバーイ。